帰ってきたウルトラマン。知っているね。かつて地球では郷秀樹として活躍したウルトラ5番目の兄弟。君にも見えるウルトラの星、遠く離れて地球に一人、大気に使命をかけて燃える街にあとわずか、驚く叫びを耳にして、帰ってきたぞ帰ってきたぞウルトラマン。帰ってきたウルトラマンが持っているのは何だ。これはね、変身できなくなったセブン諸星団のための新しい武器として、ウルトラの国からプレゼントされた怪獣ボールなの。怪獣ボールは何だ。それを狙ってたちまち怪獣が襲ってきたところを見ると、よほど大切なものなんだね。なんかの間違いじゃねえのか。怪獣のかけらも見えんぜ。え、かすかですが、確かに怪獣反応あります。あれは？離れて。おい、どうしたんだよ。気をつけて。どうしたんだよ、人間じゃねえか。
怪獣反応か。生きてるよ、おい。なんでしょう、この画面。しっかりしろ。君は誰だ。何かの間違いじゃなかったのか。とにかくひどい怪我だ。どっかへ手当てしてやろうな。大鳥、やはりこいつをマック本部へ連れて行くのか。厳しい取り調べを受けさせるのは何かかわいそうみたいだな。怪我もしてるしね。スポーツセンターで怪我の手当てだけでもしてやろうよな。ゲンはまだ知らなかった。帰ってきたウルトラマン郷秀樹がダン隊長ウルトラセブンとは兄弟であること、もしゲンが知ってさえいれば。その頃、凶悪怪獣アシュランは地球に迫っていた。郷をダンに合わせていれば、あるいはアシュランの襲撃を迎え撃つことができたのかもしれない。この仮面どうしても外れませんね。おかしいな。寝てなくちゃダメよ。帰ってきたウルトラマン郷秀樹はセブンに渡さなければならない怪獣ボールをなくしてしまった。怪獣ボールがなければ何のために地球に来たのか意味がなくなる。セブンに諸星ダンに合わせる顔がない。何か探してるのね。何かしら。きっと大切なものね。傷が治ったら一緒に探しに行ってあげるわ。口が聞けなくても私には分かるわ。あなたはきっといい人よ。だから心配せずに傷を治すことだけに専念するのよ。すごい怪獣だ。かなり接近してきましたね。やっぱり来たか。凶悪怪獣アシュランめ。兄弟に何事もなければいいんだわ。そう。はい。
センターの子供たちを避難させる。はい。ウルトラマンがウルトラの国からはるばる届けてくれた怪獣ボールは諸星ダンだけに使える奇跡のボールだった。これが怪獣ボールに仕込まれたロボット怪獣セブンガーだ。変身できなくなったセブンにウルトラの国からプレゼントされた新兵器なんだ。
あと10秒時間があればアシュランをやっつけることができたのにね。この怪獣ボールの中のセブンガーは1分間しか戦うことができないんだよ。アシュランは3人のウルトラマンを見た。アシュランは3人の正体を知っていたのだ。だからいち早く逃げ出した。3人束になって変身してかかってこられたらたまらないと思ったに違いないね。じゃあ隊長とは兄弟のウルトラマンだったんですか。そうだ。今日あいつは逃げた。しかし俺が変身できず、ゴーが怪我をしていて変身できないと知ったら。大丈夫、僕は会います。そんな簡単な相手じゃない。あいつが再び襲ってくる前に、なんとかゴーの怪我が治ってくれればいいんだが。それにしてもこの仮面を何とかしなければな。ゴーさんの仮面、隊長の念力で取ってやれないでしょうか。しかしもし怪獣が襲ってきた時、念力が使えなくなる。お願いします、取ってやってください。やってみよう。ダンの恐れは的中した。はじめは鳴りを潜めていたアシュラも、いくら暴れてもウルトラ3人組が現れないことに気がつき、だんだんズーズーしく暴れるようになっていった。東京支部が危ない。くそー、手出しできないのをいいことにしてやりたい放題だ。東京支部と協力してレーザーガンの射程内に入ったら攻撃を仕掛けろ。はい。佐藤。はい。橋田。はい。佐藤。はい。行くんだ。はい。行きます。無理だ。レオとウルトラマンが協力しなければ奴を倒すことはできん。ゴーの回復を待とう。一人でダメなら怪獣ボールと一緒なら。いや、これは一度使うとあと50時間は使えないんだ。やってみるよ。
まだ無理だ。しかし、元、元、行こう。皆既月食の夜だった。くそ。そうだ、月食を利用すれば。待て、その体で戦えばお前は死ぬかもしれんぞ。ウルトラの国へ帰ったら地球のことが心配するなとみんなに伝えてくれ。じゃあ頼んだよ。セブンのウルトラアイは弟帰ってきたウルトラマンの手によってウルトラの国へ運ばれた。しかし果たして再びウルトラアイは元へ戻るだろうか。怪獣の国で勉強が大嫌いの子供怪獣大将君がお父さんにお仕置きされて地球に飛ばされます。またまた勉強が大の苦手でガキ大将の宮坂君、通称怪獣君。そしてひょんなことから怪獣くんが大将を助け、その代わり宿題をやらせますが、さてどんなことになるや。さあみんなで見よう、ウルトラマンレオ。